オトビトラムカーナです。ダンロップ月間オートバイカップジムカーナ2019ラウンド3の B クラス第2ヒートを見ていきたいと思います。ゼッケン20番小林選手はハスクバーナの SM250R ですね。ホイールも金色のキャストホイールで決めていてかっこいいですね。こちらも同じくハスクバーナのちょっと排気量の大きい SM450R を狩る川村選手ですね。6、7年くらい前に A 級 B 級昇格を狙う C1 クラス B クラスにはものすごく数が増えた、勝つためのマシンでしたけども、最近はすっかり台数が減ってしまいましたね。こちらもある意味モタードモデルと言っていいんでしょうかね。ゼッケン16番エマ選手の CRF150R ですが、レーサーベースなのでメンテナンスは相当大変かと思います。ハスクバーナが数を減らしたのも、まあレーサーと言ってもいいような車体でしたし、メーカーの体制が不安定で部品供給がままならないというのも要因でしょうね。そういう意味ではやはり国内メーカーの行動用車両が長く使えていいんではないでしょうかね。この鋭くかつスムーズに走る新井選手の ZX10R のように、速く走るために作り込まれているスーパースポーツなら買った時点ですでに戦闘力があっていいんじゃないでしょうかね。第2戦で B 級昇格を果たして、このレースはとにかく 105% が切れるかが注目の渡辺選手です。青いマシンには青いゼッケンが似合いますね。今回 B クラスには VTR が2台エントリーしてますが、その昔ジムカーナで VTK マシンじゃ NSR やリッターマシンが速すぎてさすがに勝てるわけがないんだからクラスを分けろなんて話が出たんですけれども、それを聞いた鉄人とも言われた当時のチャンピオンがですね、ジムジャイハイにスパータで出てですね、あっさり 105% 切りをして、速い人は何乗っても速いんだななんてことになったんですが、今や VTR が普通に B クラスにいるようになってますから、ライダーというかですね、ジムカーナ界自体が相当進化しているってことですね。 NSR はもう30年近くトップに君臨する正真正銘のジムカーナ最速マシンですが、アップハンドル化をしているぐらいでチャンバーすらノーマルのままでその速さを示していますし、大ブームになった DRZ もその当時は勝つためにエンジンをかなりいじってる選手がいたり、給排気系もかなりのチューリングをして戦っていましたが、ここ最近はほぼほぼノーマル状態でも十分な結果を出してきてますね。ただ最近は昔と比べてサスペンションにこだわっている選手が増えたかなという印象を受けますね。ということで、ここから B クラス上位6選手の走りを見ていきましょう。まず6位にはゼッケン6番 CRF250R の柳田選手が入りました。相変わらずの豪快なライディングです。モタードマシンは車高が高かったりサスペンションの動きが大きかったりで、ターンの進入から寝かし込んでいくのは結構難しいんですけれども、本当に綺麗に寝かせて走りますが、ここでパイロンを飛ばしてしまいましたね。第2ヒートのタイムはこのペナルティで落としてしまい、1本目の1分28秒509が決勝タイムになってしまいました。実は B クラス第1ヒートと第2ヒートで順位が変わったのは先ほどの柳田選手とこの木村選手の2人だけ。第1ヒートではコンマ1秒差もなく6位にとどまった木村選手ですが、2本目できっちりタイムアップを果たして柳田選手に競り勝って28秒075で5位に浮上しました。しかしホイールがチカチカして見ていて疲れます。4位にはゼッケン13番 KDX220SR の E 選手が入りましたが、その昔一気にモタード旋風が吹き荒れた時、それでも2ストロークのオフロードモデルを17インチ化する人は皆無で、上位クラスで勝てるマシンにはならないと思われていたんですが、この E 選手がひっくり返してきましたね。タイムは27秒862としっかりタイムアップしてきました。 E 選手は完全後ろ乗りのリアタイヤから寝かし込むタイプですね。B クラス上位6名で NSR 乗りは1人だけ。ゼッケン1番関根選手はぐいぐいとフロントタイヤを路面に押し付けて走ります。フロントサスペンションに溜めた力を使って鋭い切り返しを繰り出します。チャンピオンマシンはもうずっと NSR なんですが、それでもだいぶ淘汰されてきたようで、もう B クラスだと今回たったの2台だけでした。そんな状況でも NSR に乗り続けている以上、目指すはチャンピオンですね。タイムは26秒454で3位でした。しかしこの力強い走りには何か秘密があるんでしょうかね。
ターンの立ち上がりからの回転、そしてその後のライン踏みと全くブレなく無駄な動きを見せない走りのゼッケン19番片山選手、リズムよくパイロンを次々とクリアしていきます。サスペンションもよく動いていますが、このサスペンションが沈んだ瞬間そのまま綺麗に寝かし込めるんですよね。乗り手のスキルもさることながらマシンセッティングがかなりの高次元で決まっているっていう感じですね。 650cc エンジンの鋭い加速からのオフセットへの進入ライン完璧ですね。奥の左のつなぎもガクつかずにクリアしてて素晴らしいです。このレベルで走れるんだったら来年は確実に A 級で走っているんでしょうね。26秒220と素晴らしいタイムだったのですが、それでも残念2位なんです。そう、あんなに完璧な走りをしているのに2位なのはこの人のせいです。第1ヒート A 級選手を抑え込んでまさかの総合トップタイムをマークしたゼッケン12番 DRZ400SM の三崎選手、そのまま総合優勝を狙っての2本目のタイムアタックですが、相変わらずキレッキレの走りを見せます。三崎選手の走りなんですが、左手見ててください。クラッチレバーですね。例えばこの低上位エンジンがブワーンっていってるのは半クラッチで走ってるからですね。そして次の瞬間クラッチをパッと離しましたよ、回転は当然半クラッチで回るんですけれども、それ以外のタイトなターンでもクラッチを切ってるらしいんですよね。オートバイを寝かし込むときに一番邪魔をするのはエンジンのトラクションなので、それを完全に殺してしまおうってことなんですが、直線パイロンスラロームでもリズムよくクラッチを切りながら走っているんですね。ここからのアップ見てください。ターンの入り口で完全にクラッチ切ってるの分かりますか。連続270度ターンもクラッチを切ってから寝かし込んで深いバンクでくるっと回ってからクラッチをつないで脱出していきます。ラムカーナもですね、昔スパーダや CBR600 でクラッチ使って走ってたら A 級とか B 級の速い人に指さして笑われたものですが、まさかそれが今先方のテクニックになるなんて、本当にジムカーナは日々進化しているんですね。そんな次世代のライディングで攻めた2本目は1分25秒652でフィニッシュ。あとは A 級のタイムを待つだけです。そうですね、ちょっと前半セクションでちょっとだいぶミスっちゃってギア滑らせてタイムロスしちゃったんで、その分で後半は良かったんですけど、結局タイムはコンマ1ぐらいしか伸びなかったですね、はい、どうでしょう、その辺なかったらもっと伸びてた感じなんですか。そうですね、コンマ5ぐらいは伸びたんじゃないかなと思ってるんですけど、まあまあたらればなんで、それは、ええ、ちょっとね、ここでトップ取れたら特別賞金もちょっと見えてきたかなと思ったけどとりあえずB 級3連覇。そうですね、どうですか、もう確実に来年の影響は見えてて、あとは今年取っちゃうかぐらいの影響だと思うんですけど。そうですね、そうなりたいなと思ってるし、残りまだあるんでしっかり勝ち切りたいなと思ってます、はい、なんかみんなが口々に今の三崎さんの速さはあのクラッチを完全に切る走りだって言ってるんですけど、どうなんですか。多分一番最初にやり始めた人だと思うんですけど、多分ですね、いいとは思ってて自分で、ちゃんと使いこなせば、タイム、実際僕もそれなりにタイム出てるし、結構有効なテクニックなんじゃないかなとは思ってます、はい。ハンドルが切れてから握るんですか、それと もう切れる前から握ってる、もう侵入時に切ってますね。いやもう切った状態でステア切りつつ、はい、あとは重力で任せてみたいな。そうですね、で、ちょっと後半からハンクラッチでつなぎに行くような形ですね。1回進入で全部切って途中でつなぎに行くみたいな、そんな感じで走ってます。ちょっと新しい走りがまた DRZ で生まれたんですけど、どうですか、まだまだ DRZ で戦っていくそうですか。そうですね、せっかくここまで来たんで DRZ でもうちょっとやりたいなと思ってます、はい。